どうもなおちんです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は中村和氏使っていきます。大筒はかなり強い武器となってまして、その中でも和氏が俺は一番強いと思ってます。では早速行きましょう。それでは和氏の技を見ていきましょう。こうなってます。固有チャージがチャージ5、チャージ後の一番最後の連打の部分だね。そして珍しく空中チャージ1となってます。空中チャージ1。こいつはどうだ、こいつはどうだ。空中チャージ1は発生も早くて範囲も広いので使い勝手はいいです。でもそこまで使うことはないかな。チャージ5。カズージのチャージ後はとにかく派手、めちゃくちゃ打つよね。大筒のキャラって他にもいるんだけども、俺はねカズージのこの技が大好き。威力が抜群なんで最高です。それではカズージ行きましょう。大筒はねかなり強いと思うんだけども、このキャラがやっぱり一番好きだな。多分カズージがこの遠距離に特化されてるのよね多分。で孫一が、まあ、遠距離プラス近距離にも強いっていう感じじゃない。いやどうなんだろうね、まあ、とにかく大筒は使いやすい、強いね。レベルが低かった時からでも使いやすさっていうのが実感できたので、これはめちゃくちゃいいと思う。固有技のチャージ効果、あれがとにかくいい。この大筒は2つ、弾選べるけども、どっちを選んだとしても使っていけるんでいいよね。あと戦技強いね、戦技強い。ぶっ放せば大概敵の HP 半分以上削るので、いいね。どこだ、そっちか。行きましょう。行っちゃうとね扉を破壊されやすいんだ。よし、あーいない、いない。ちょっと待って、ヒット数はこのまんま行きたいから、行きましょう。これでよっしゃー、はい、ヒット数はねこのポイントを稼ぐのに重要だからね。鬱陶しいやつらだ。打ちまくるね、長い長い、はい。あ、今の攻撃が多分孫一が特化してるやつだな。あ、なんで近距離メイン。進軍する。待てい、お前もう鬱を使うのか。でも俺の方が強い。さあ、あれ、あいたいた、どこにいたか全然見えなかったけど、おお攻撃力いいね。よし、そのまま下に攻め込んでいきましょう。後で倒してもいいんだけど、今のうちに時間があるんでね、いきましょう。おお今回はよかったね。ただただ200体倒せばいいだけなんで、鬱陶しい、大丈夫かな。いや今の全体いけんかと思ったけど、やってられねえな。ピカはどこにいるの、ピカラってるか。あ、孫一だ、孫一がいた。あもうここで死んでくれるか、惜しいな。周りの縄銃のやつだから惜しい。あれ攻撃キャンセルされるのかね、ないよね。いいね、今回は扉破壊されてないし突破されてないんで結構余裕。残り10、やばい、いけたか。よし OK、 次だ、はい、200体クリア。次どこだ、お前か。
おーし、オッケー。強いね。説明切れ。聞かせてもらう。次はどこだ。ごめん。半兵衛を。僕に倒されて。いや、ああちょっと待って。ミスった。どうだ。あと一発だ。当たんない。あれ。もうこれで一生仕留めた。花火。ここまでかな。来たね、花火だ。ベジータ。よし。あと3体。うん。難なく S ランクでクリア。できそうだね。余裕そうだ。いくぞ。チェンジは基本せずに。カズジだけで。いく。あ、今戦隊か。OK。残りは3体なので。敵将仕留めた。余裕でしょう。オッケー。空中チャージ一応使ってみたけど、あれあんまり、うん、普段は使わないと思う。普段はね、受け身取った時にポーンって打つのはいいと思うけど、普段はあんま使わなかったかな今のところ。よし、出た。3体パパッと倒してクリアしちゃいましょう。鬱陶しいやつ。そこにいる。そこか。相手ではなかった。あーもう。まあ危ねえ、ヒット数が。あー飛びすぎ飛びすぎ。鹿の隙から。おい。あーもうヒット数がもう危ないって。さあ。あれ。チャージ5をやったつもりだけど違うのが暴発したね。でも終わりじゃん。じゃあ、オッケー。残り1体いきましょう。残り1体、うん、4万3000ポイント。もう完璧だね。武田にあだ名すぞ。容赦はせぬ。さあ、これ決める。パチのスタッ、え、死なない。いやいやいや、大丈夫だ。敵将仕留めた。いいねー。はい、ということで今日は和寿司使ってみました。大筒自体が強いんだけども、このキャラが多分一番使いやすいと思います。はい、やってみてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。